宇宙遊泳を行うニューマン・ジェームズ・ニューマンは、アメリカ合衆国の物理学者、アメリカ航空宇宙局の宇宙飛行士であり、4度の宇宙飛行を行った。ニューマンは1956年に太平洋諸島新宅島治療で生まれたが、カリフォルニア州サンディエゴを自身の故郷と考えている。メアリ・リー・ピーパーと結婚し、3人の子供を設けている。 母親のルース・ヘンセンと父親のウィリアム・ニューマンもサンディエゴに住んでいる。メアリー・リーの両親であるワイリー・ベルナール・ピーパーはテキサス州ヒューストンに住んでいる。1974年にサンディエゴのラホヤ高校を卒業し、1978年にダートマス大学でラテン・オナーズとして物理学の学士号を取得した。物理学の修士号と博士号は、 それぞれ1982年と1984年にライス大学で取得した。ニューマンはアメリカ物理学会とシグマサイのメンバーである。ニューマンは1978年にダートマス大学からサイテーションインシニアティーシスリサーチを受賞し、1980年にシグマサイに選ばれた。1982年から1983年にはテキサコフェローシップ、 1985年には、シグマ・クシー・グラデュエート・メリット・アワード。1988年には、NASA のスペリオル・アチーブメント・アワードを受賞した。1989年には、NASA のジョンソン宇宙センターに選抜され、フランスのストラスブールで、国際宇宙大学のサマーセッションに参加した。1995年には、スペースシャトルの GPS に関する研究の業績で、 インスティチュート・オブ・ナビから、スペリオル・アチーブメント・アワードを受賞した。1996年には、NASA エクセプショナル・サービス・メダルを受賞した。1994年と1999年には、STS-51 及び、STS-88 への乗り組みに対し、アメリカン・アストラノーティコル・ソサエティ・フライト・アチーブメント・アワードを受賞した。 スペースビジョンシステムデベロップメントチームのリーダーとして2001年国際ロータリーのロータリーナショナルアワードフォースペースアチーブメントファンデーション S チームアワード2002年に NASA グループアチーブメントアワードを受賞した1984年にライス大学を卒業した後さらに1年間はポスドクとしてライス大学に勤めた彼の専門分野は原子 分子物理学、特に大気中の原子や分子の中から低エネルギー衝突である。博士課程では分子や原子の微分断面積を測定する新しい一環管型検出システムの設計、試作、試験、利用を行った。1985年にはライス大学の宇宙物理学、天文学分野の非常勤教授に指名された。同年には NASA のジョンソン宇宙センターで宇宙飛行士や管制員の訓練を担当した。1990年1月に NASA に選ばれて同年7月から宇宙飛行士としての訓練を開始した。また配属された部署で打ち上げ前の乗員の乗り組みと着陸後の脱出、シャトル上のラップトップコンピュータの開発、シャトルや宇宙ステーションでのコンピュータの開発と利用の取り組み等を担当した。 1999年3月には2年間のミッションで起動上のロボットアームとスペースビジョンシステムを担当するシャトルリモートマニピュレータシステム統合マネージャーとして働いた。1993年の STS-51、1995年の STS-69、1998年の STS-88、2002年の STS-109、 では、ミッションスペシャリストとして宇宙飛行を行った。4度の宇宙飛行で合計43日以上宇宙に滞在し、6回合計43時間13分の宇宙遊泳を行った。2002年12月1日、ニューマンはロシアの有人宇宙飛行プログラムに NASA 側の責任者として参加した。ロスコスモスでの NASA の代表者として、 有人飛行のオペレーション、ロジスティクス、技術の監視を続けることやコロヨフでの NASA のミッションのオペレーション、スターシティのガガーリン宇宙飛行士訓練センターでの乗組員の訓練等であった。2006年3月、カリフォルニア州モントレーの海軍大学院で NASA の客員教授を務めた。2008年1月には NASA を辞して、ここの教授となり、 超小型人工衛星を用いた研究や教育に携わっている。STS-51 ではディスカバリーはフロリダ州のケネディ宇宙センターに初着陸した。同所で初めての夜間の着陸であった。10日間の飛行で5人の乗組員は先進通信技術8シャトルパレット衛星の紫外線分光計を放出した。ニューマンは スパズの操作や RMS の操作のバックアップを行い、飛行5日目にはカール・ワルツと共に7時間5分の宇宙遊泳を行った。この宇宙遊泳では将来のミッションで用いる道具や技術の試験を行った。多数の二次ペイロードや医療試験機器に加え、リアルタイムで スペースシャトルの位置と速度を計測する GPS の受信機を試験し、戦場のラップトップコンピュータに機体のデータを送ることに成功した。このミッションでは236時間11分で地球を1 5 8周し、410万マイルを飛行した。STS-69 は11日間のミッションでスパルタン衛星とウェイクシールドファシリティの放出と回収を行った。 また機体には、インターナショナルエクストリームウルトラバイオレット、ヒッチハイカー、多数の二次、ペイロード、医療装置等が積まれた。ニューマンは、WSF の科学面や、WS 界、e v ァ RMS の操作等を担当した。また、通信アダプタや GPS、RMS のディスプレイ等の軌道上の試験も行った。このミッションでは、 260時間29分で地球を171周し、450万マイルを飛行した。STS-88 で、セルゲイ・クリカレフと STS-88 は、国際宇宙ステーションの組み立てのための最初のミッションである。12日間のミッションで、ユニティがザーリャに結合された。ニューマンは、ジェリー・ロスと共に、合計21時間22分に及ぶ3度の、 宇宙遊泳を行った。宇宙遊泳の主目的は、ザーリャとユニティの間の電力とデータを伝送する外部ケーブルをつなげることであった。その他の目的として、地球通信アンテナの設置、展開に失敗していたザーリャのアンテナの展開、外部コンピューターを守る、日よけの設置、翻訳支援装置の設置、将来の宇宙遊泳で用いる道具の取り付け等があった。また、 アイマックスカーゴベイカメラの操作、アメリカ空軍のマイティサット1とアルゼンチンの柵 A という2つの人工衛星の放出も行われた。このミッションでは283時間18分で地球を180号周し460万マイルを飛行した。STS-109 はハップル宇宙望遠鏡の4度目のサービスミッションである。太陽アレ出力調整ユニット、 カメラ等が新しいものと交換され、また古い赤外線カメラを再起動するために冷却器を設置した。この作業は5日連続の5度の宇宙遊泳により行われた。ニューマンはミカエル・マッシミノと共に合計14時間46分に及ぶ2度の宇宙遊泳を行った。最初の宇宙遊泳の時にニューマンとマッシミノは 古い太陽アレイとリアクションホイールを新しいものに取り替えた。二度目の宇宙遊泳では望遠鏡の能力を10倍上げるために微光天体カメラを最新の装填観測用鋼性能カメラに取り替えた。このミッションでは262時間10分で地球を165周し390万マイルを飛行した。ありがとうございます。